ヒビア君、こっちこっち。もういきなり呼び出して何なの。っていうかここどこ。ここはね、文化放送っていうラジオ局だよ。ラジオ、なんでまた。先週までお兄ちゃんとエネちゃんがラジオ番組やってたらしいんだけど、なんかチュパカブラを探しに行っちゃったみたいで。いやごめん、ちょっと言ってる意味がわからないんだけど。私だってわけわかんないよ。とにかくそのラジオ、今週は私たちがパーソナリティやることになったから。何それ。僕もう帰っていい。ダメ、一緒にラジオやって。無理だよ、ラジオとかやったことないし。大丈夫だよ、私ラジオのお仕事ならやったことあるから、ちょっとだけ付き合って、お願い。分かったよ、やればいいんでしょ。ありがとう。それじゃあ一緒にタイトルコールいくよ。せーの、目隠しラジオ。ラジオ、目隠しラジオ。というわけで、今週は団員ナンバー5の私、モモと団員ナンバー8のヒビア君でお送りします。よろしくお願いします。で、何すればいいわけ。なんかツイッターで募集した質問がいっぱい来てるらしいから、今回はそれを紹介していこうと思って。へえ、そんなことやってたんだ。大丈夫、変な質問とか来てない。大丈夫だって。それじゃあ適当に読んでいくね。ちゃんと答えられるやつならいいけど。まずはこれ。なになに、カノシュウヤはどうしてカノシュウヤなんでしょう。知らないよ。ちょっと待って、何その哲学的な質問。っていうかそれ本人に聞いてよ。割と僕もう帰りたいんだけど。落ち着いて、ヒビア君落ち着いて。でも読んじゃった質問には答えないとね。カノさんはどうしてカノさんなのか。まあきっとあれだよ、多分カノさんは一生かけてどうして自分がカノシュウヤなのか探求していくんじゃないかな。それ答えになってるの。っていうかテーマが重くない。何このラジオ。とりあえず次の質問に行こう。次は答えやすい質問来い、答えやすい質問来い。よし、これ。なになに、カノの髪の毛はどうして右側だけあんなに長いんですか。なんでだよ、またあいつかよ。わざとそういう質問選んでるの。そんなことないよ、ランダムに選んでるだけだって。でもなんでだろうね、片側の毛根だけ生命力が強いんじゃないかな。それ本人聞いたら機嫌悪くするよ。っていうかなんであの人宛ての質問ばっかりなの。僕宛ての質問は来てないの。日比谷くん宛ての質問はね、割と来てないかな。ああそっか。ほら、ヒビア君、何か喋らなきゃ放送事故になっちゃうよ。いやいや、モモのせいでしょ。ほら、なんか盛り上げてよ。あ、そうだ、ラジオって曲とか流せるよね。うわ、それいいじゃん、なんか流してよ。よし、それではここで一曲お聴きください。発売中の目隠しT.M.Sより、カゲロウデイズ。
けて飛び込んでしまったのは赤に変わった信号機。パッと通ったトラックが君を引きずって泣き叫ぶ。血しぶきの色君の香りと混ざり合って見せかえた。嘘みたいな影の顔、嘘じゃないぞって笑ってる。夏の水色かき回すような線の上に全て膨らんだ。なんか余計元気なくなってきたんだけど。あった、日比谷くん宛ての質問。え、マジ？読んで読んで。日比谷くんは料理が得意とのことですが、特に得意なものは何ですか？え、日比谷くん料理得意なの？なんか意外。いや、得意ってほどでもないんだけど。あ、でもこの間アマダイのハスムシ作ったんだけど、結構美味しくできたんだよね。え？ハス？ハス蒸しだってば。すりおろしたレンコンにエビとか混ぜてタイと一緒に蒸すんだよ。キクラゲやユリ根を入れると食感が楽しくなっていいね。なんかマニアックでちょっと気持ち悪いね。なんでだよ、料理男子いいじゃん。もういいよ、次の質問行こう。次の質問はね、カノシュウヤのメールアドレス教えてください。またあいつ宛てか。メールアドレスって個人情報でしょ、教えるわけにもいかないよね。あ、でもカノさん新入団員大歓迎って言ってたし、メールアドレスくらいならいいんじゃない。え、いいの？僕知らないよ。大丈夫だって。というわけで今日の放送の後、ツイッターでカノさんのメールアドレスを公開します。イエーイ。本当にいいのかな。お、もうエンディングだ。本当死ぬかと思った。お疲れ様。それにしてもお兄ちゃんたち来週は帰ってくるのかな。帰ってこなかったらもう他の人に任せればいいよ。今後誰が来るかわからないけど、まだまだ質問は募集中です。ハッシュタグ目隠しラジオをつけてツイッターでつぶやいてね。それじゃ来週の目隠しラジオもどうぞお楽しみに。お相手は団員ナンバー5の私、桃と団員ナンバー8の日比谷でした。バイバイ。これが未来。